変な感じ。あんたにこんな話してるなんて。やっぱ先生だからかな。中学ん時の保健の先生も私の話よく聞いてくれたの。保健室に遊びに行ったりすると、おばあちゃん、ちょっとだけ感じ似てるかも。大好きな先生だったけど、今どうしてるかわかんないや。やっぱしさ、会わなくなったら付き合いってもう終わりだよね。みんなどんどん新しい友達とか彼氏とか彼女とかできてさ、私のことなんて忘れちゃうんだよね。無理だよ。あんなかっこいい人他にいないもん。だいたい姫神島って年寄りと子供ばっかしじゃない。新しい学校は女子校だし、町はしょぼいし、遊べる場所全然ないし、男の子と知り合うきっかけなんて全然だよ。今すぐそんな気になれないよ。全然ダメじゃん。へえ。え？うわ。なんかひどーい、そんな嘘ついて。あんたもちょっとは疑えばいいじゃん。お人よしすぎんじゃない？ひょっとしてそれが分かっててお母さんが病気って嘘ついたの？ちょ、最低。そういうのにつけ込むやつって信じらんない。つく。
やっぱり明日帰るの？どうしようかな。帰りたくないな。帰りたくないな、私。島に、うちに帰りたくないな。本当？うん。Thank you.
あんたなんかに、それも寝てる間に。え、本当？確認ってどうやるの？はっくーんか。ほんと最低！着替えるから覗かないでよね。何ニヤニヤしてんの？あ、ちょっと待ってよ。顔洗ってから出ないと。待っててば。だって昨日ハンバーガー1個しか食べてなかったんだもん。え？あ、大丈夫。さっきあんたが会計してる間に電話したから。本当だってば。ちゃんと謝ったよ。心配かけてごめん。あっても、なんて言っていいかわかんないし。嫌なものをするから。もうちょっと考える。おごってくれるの？よし、行こう。いいじゃん。あんた仕事してんだし、お金あるでしょ。教育実習もさ。え？そうなの？知らないよ。お金もらって
ってんだと思ってた。お金かかんないとこにしてやるか。じゃあ、you
いそう。おいでよ、教えてあげるからさ。私の真似して最初ゆっくりやってあげるから。最初に踊れるようになったのは私だったかな。
ことないってば。ほだてても何にも出ないって。できるようになりたいから。バーカ。バテた？ダメ。冗談、いいよ。私一人で踊ってるから。ねえねえ、さっきいたのアキラじゃない？まさか。あの子引っ越したんでしょ？見間違いかな。人に紛れて分かんなくなっちゃったから。人違いだって。こっち来てんなら翔くんに電話するはずじゃん。だよね。でももう翔くん別な子とくっついちゃったけどね。あの元彼女と翔くん前からより戻したがってたもんね。アキラのことはキープだったんでしょ結局。そう、うっかり手出して元彼女にバレるとやばいからつかず離れず。それに若い子そばに置いとくとさ、他の子もアキラ見たくなれんじゃないかって期待するからって。アキラって客寄せの餌？翔くん悪いやつ。